アコリアンカークカーコリアンはアメリカ合衆国の実業家でビバリーヒルズに本拠を置く投資企業トラシンダ社の社長兼 CEO であるラスベガス市の形成に関わった重要人物の一人でありメガリゾートの父として知られる経済誌フォーブスが発表した世界長蛇番付の2006年度版によると2006年の資産は約90億ドルで 世界で40位の富豪である。カークことカーカー。カーコリアンは1917年、アルメニア人移民の両親のもと、カリフォルニア州中部のフレズノに生まれた。学校を8学年目で中退した若きカーコリアンは、兄の指導の下で優れたアマチュアボクサーとなり、ライフルライトカーコリアンの名で戦ったが、1939年に航空機の飛行技術の研究に関心を移した。 第二次世界大戦中にはカーコリアンはイギリス空軍のパイロットとして従軍した。1947年6万ドルを投じてトランスインターナショナル航空を設立。ロサンゼルスからラスベガスまでギャンブラーを送迎するサービスを展開し、1968年にトランスアメリカ航空に1億400万ドルで売却した。カーコリアンは1944年 セスナ機のパイロットとして初めてラスベガスを訪れた。1940年代から1950年代にかけて多くの時間を同地で過ごした後、カーコリアンはギャンブルから手を引き、新興航,航空会社を設立した。1962年、ラスベガス通り一帯の土地80エーカーを96万ドルでフラミンゴホテルから購入。これはシーザーズパレスの建設につながった。 シーザーズは土地をカーコリアンから賃借し、1968年に取得した。カーコリアンがこの間に得た時代、および売却益は900万ドルに上った。1967年に彼はラスベガスのパラダイス通りの土地82エーカーを500万ドルで購入し、建築家マーティン・スターン・ジュニアと共に当時の世界最大のホテル、インターナショナルホテルを建設した。 ホテルの巨大なショールームインターナショナルに現れた最初の二人の著名人はバーブラストライサンドとエルビス・プレスリーであった。プレスリーは30日間にわたり約4200人の客を招き入れラスベガス市における来客記録を更新した。カーコリアン率いるインターナショナルレジャー社はフラミンゴホテルをも買収した。インターナショナルホテルはその後ラスベガスヒルトンを経て LVH ラスベガスホテルカジノとして知られている。2000年頃まではフラミンゴはフラミンゴヒルトンとして知られていた。1973年著名な映画会社メトロゴールドウィンメイヤーを買収した。再びスターンと組んだカーコリアンは MGM と共に旧 MGM グランドホテルカジノを開業した。同ホテルは 一時は世界最大のホテルの地位にあったが、1980年11月21日、ラスベガス市場最悪の災害の一つとされる火災で炎上した。ラスベガス消防本部は、この火災で84人が死亡したと報告した。驚くことに、MGM グランドはわずか8ヶ月後に営業を再開した。MGM 火災の約3ヶ月後、ラスベガスヒルトンでも出火し、 8人が死亡した。1986年にカーコリアンはラスベガスとリノの MGM グランドホテルをバリー社に5億9400万ドルで売却した。MGM から分社された MGM ミラージュはベラジオをはじめ現在の MGM グランドリゾートコンプレックスミラージュトレジャーアイランドニューヨークニューヨークなどの不動産を所有運営する。では オーリバージュカジノも所有している。カーコリアンは1969年、ジェームズ・ T ・オーブリー・ジュニアを MGM 社長に据えた。オーブリーは不審にあえぐ MGM の事業規模を縮小し、ドロシーのルビーの靴を含む膨大な歴史的遺産を投げ売った。カーコリアンは1973年に MGM の流通網をユナイテッドアーティストに売却し、 スタジオの日々の活動から次第に距離を置いた。1979年には、今や MGM は、主にホテルを経営する企業であるとする声明を出したが、1981年の、ユナイテッドアーティスト買収によって、総合的なフィルムライブラリーとプロダクションシステムを拡張することに成功した。1986年、テッド・ターナーにスタジオを売却した。ターナーは、 合併後の MGM、ユナイテッドアーティスツ株を74日間保有した。両スタジオは、莫大な負債を抱えており、ターナーは単にそのような状況下で株を保有することが、できなかった。投資分を取り戻すために、彼は、ユナイテッドアーティスツと MGM とが持つ商標を、すべてカーコリアンに売却した。撮影所は、ロリマープロダクションズに売却された。 1990年に彼らが1970年代から沈借したワーナーの撮影所の半分と引き換えにソニーのコロンビアとライスターピクチャーズに売却された。1990年には MGM スタジオはイタリアの投資家ジャンカルロ・パレッティに売却されたがパレッティはスタジオ購入時に負った債務を履行せず1996年にカーコリアンにスタジオを売却した。 カーコリアンは2004年ソニー主導のコンソーシアムに MGM を再び売却した。彼は MGM ミラージ株の55%を保持している。2006年11月22日、カーコリアンの投資会社トラシンダは MGM ミラージ株を1500万株購入し、出資比率を56.3%から61.7%に引き上げると表明した。 クライスラーの大株主でもあったカーコリアンは1995年同社会長ロバート J. イートンに対しクライスラー買収を打診したカーコリアンは買収計画を正式発表したがイートンはこれに反発約7週間の攻防の果てに両社は和解したこの攻防戦がクライスラーとダイムラー・ベンツとの合併を誘発したとされるカーコリアンはかつて ゼネラルモーターズ株を5600万株保有していた。2006年6月30日以降の報道によると、カーゴリアンはルノーに対し、GM 救済のために GM に20%出資するよう提案した。リチャード・ワゴナーに送られた指針は、GM の経営陣に圧力を加えるため、一般公開された。一連の会談は、後に決裂した。 2006年11月22日、カーコリアンは保有する GM 株を1400万株売却した。彼が強く支援したルノーと、日産自動車による救済を GM が拒絶したことによるものと見られている。売却の結果、GM の株価は11月20日に比べ4.1%下落し、カーコリアンの持ち株比率は7.4%にまで引き下げられた。 11月30日、トラシンダ社は GM 株をさらに1400万株売却することで合意したと表明。残り2800万株はバンクオブアメリカに売却したことも明らかにした。これにより、トラシンダ社は保有する GM 株をすべて放出し、一連の経営統合問題から手を引いた。カーコリアンは1999年、プロのテニス選手、 リサ・ボンダーと結婚した。離婚後ボンダーから資産家の娘にふさわしい生活をさせるためとして、娘の養育費を月額32万ドルに増額するよう求める、訴えを起こされた。さらに映画プロデューサーのスティーブ・ビングからは、プライバシー侵害の訴訟を起こされた。カー・コリアンは、ビングがボンダーの娘の父であると主張。その主張は後に、 DNA 型鑑定によって確定し、ボンダーもこれを認めたが、ビングがゴミ箱に捨てたいと用紙を盗んで鑑定を行ったこと。これをカーコリアンが指示したことは、プライバシーの侵害であるとして、10億ドルを求めて提訴した。トラシンダの名は、彼の二人の娘、トレーシーとリンダの名を合わせたものである。アルメニア人虐殺から生き延びた家族を持つことから、 アルメニア人虐殺を題材とした映画ザ・プロミス君への誓いの制作費9000万ドルの大半を個人的に捻出した。カーコリアンはプロデューサーにも名を連ねているが本作の完成を待たずして2015年6月に98歳でこの世を去った。カーコリアンは母国アルメニア発展のため数百万ドルの寄付をした。二人の娘の名を取って命名された。 リンシー財団は主にアルメニア問題に関する事前事業で大いに貢献をした。2015年6月15日、ロサンゼルスで死去。98歳を打つ。ありがとうございます。